嬉しい発表があります。ソニーショップセイバ店長の片山です。本日バイオ株式会社から2020年モデルのバイオの発表がありました。今回発表されたモデルは3モデル、一番人気の高い SX12、SX14、オールインパソコンということで S の15、こちらが発表になりました。 SX12、SX14、 一足早くね、実機を触ることができましたんで、動画で説明していきたいと思います。見た目的には大きな違いはございません。このモデルの変更点を説明していきたいと思います。一番のポイントはプロセッサーが変わりました。全モデルは第10世代のコメットレイク CPU が載っておりました。今回は同じく第10世代モデルなんですけど、アイスレイク、どう違ってくるかっていうところなんですけど、プロセスルール10ナノメートル、それに対してコメットレイクの方は14ナノメートル、プロセスが最小化されることでパワー効率が良くなっています。これによってバッテリーの駆動時間が長くなります。ただコメットレイクと違ってコアとかスレッドの数がね、少し少なくなってるんですよね。それはちょっとマイナス点だと思います。アイスレイクは内蔵のグラフィックス性能がやっぱりだいぶ良くなってるんですよね。シネベンチちょっと動かしてみました。見てください。ファイナルファンタジーのベンチマークテストを動かしてみました。設定をするときにノートパソコンの標準設定をいたしました。あとグラフィックの大きさは 1280×720、 こちらのサイズにいたしました。他のメーカーの同じ CPU 使ってるパソコンでもいいじゃないかっていう話になるんですけど、バイオトゥルーパフォーマンスっていう機能がついております。全く同じ CPU であってもバイオ社がチューニングすることによってスペックアップされるんですよね。同じアイスレイクの CPU が積んであってもこのバイオトゥルーパフォーマンスが乗ってることで 15% 性能がアップしてると。今回の CPU も Core i7、Core i5、Core i3 と選べれるんですけど、やっぱり Core i7 がグラフィック性能が一番高いものになります。アイリスプラスっていうのが載っておりますんで、3D のグラフィックを出すんだとか、
動画の編集をするんだとか言われる方は Core i7 がねおすすめになっていきます。 SSD の方も変更点がございます。全モデルの方は第3世代のハイスピード SSD PCIe っていうのと SATA 接続の SSD 選べれる形になっておりました。今モデルは第3世代のハイスピード SSD PCIe 接続も選べれるし SATA 接続ではなくて PCIe 接続の SSD が選べれるような形になりました。コストパフォーマンスがいいパソコンを考えられている方は通常 SSD の PCIe でも全然問題ないと思います。バッテリーの駆動時間が変わってきております。ジェッタの 2.0 で計測しました。従来のモデルのバイオの SX14 の最大駆動時間 20.5 時間、今モデルは 22.7 時間。 SX14 の方は 4K の液晶も選んでいただくことができます。非常に綺麗に見える液晶なんですけど、従来のモデルは 8.5 時間だったものが今モデルは 9.6 時間に伸びました。外でガシガシ使っていきたいっていう方はハイビジョンの液晶がいいんではないかと思います。パソコンはインターネットにつなげて初めて仕事ができる商品ですよね。そこで今回の商品からは Wi-Fi 6 対応になっております。IEEE の 802.11AX まで対応なんですよね。通信のスピードが速くなってるということになります。 IEEE の 802.11AC は 5GHz 台だったんですよね。 AX っていうのは 5GHz も使えれるし 2.4GHz 両方とも使えれる規格になっております。 5GHz 部屋を離れていったりとかするとねどうしてもつながりが悪くなります。2.4GHz 帯の方が反射して電波が届く形になりますんで結構家の中隅々電波が届く仕様になっております。パソコンだけについてても意味がありません。お使いのこの無線 LAN も AX に対応してないと意味がないものになってしまいます。当店が使っているバッファローの無線 LAN なんですけどこちらの方は 11AC になってますんで AX 使えないんですよね。Bluetooth の方も 5.1 に対応になりました。最近のソニーのワイヤレスヘッドホンとかも 5.1 に対応した商品が増えてきておりますんで、スピードが速くなって電波のね、キレっていうのが相当減ってくるんではないかと思います。バイオは外部機器たくさんつなげていただくことができます。未だに VGA が使えたりとか USB の A コネ、C コネも使えます。HDMI ももちろん差し込むことができるんですけど、その HDMI が変わりました。外部の 4K モニターに映すときについに 60Hz まで対応になりました。以前のモデルは 4K の 30Hz までしかね対応になっておりませんでした。1秒間に30枚の絵が出てくるのか60枚の絵が出てくるのかっていう違いなんですけど、カクカクしない映像を出すことができます。非常にモバイルパソコンとしては機動性がいいんですけど、家の中オフィスで使いたい時には、店長もう年なんでね、大きな画面で映して仕事したいんですよね。それの方がはかどりますんで、私にとっては非常に素晴らしいアップデート内容でした。限定モデルがバイオレッドエディション。非常にね綺麗な赤なんですよね。車のボンネットのような感じになってます。あともう一つ、ブラックエディションも発売されます。これは今度は真っ黒なんですよね。見た目的にはレッドエディションの方が綺麗でかっこいいです。だけどちょっと派手だなっていう方はオールブラックエディションもいいですよ。限定モデルの方は CPU であるとかっていうところがね結構 Core i7 に統一されております。コストパフォーマンスに優れたバイオ欲しいなって言われる方は通常モデルから選んでください。どちらのパソコンも本日から予約注文が開始になっております。もうこの動画を見てねすぐ欲しいなと思っていただいた方、この動画の下の概要欄のところにリンク先作っておりますんでね、そこからぜひ購入の方よろしくお願いします。当店の実績になりますんでね、本当に
そこから買っていただくとすげえ助かります。最近ではもうすっかり少なくなってきた日本製のパソコン、ぜひ使ってみてください。満足していただけるんではないかと思います。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー製品のこと、バイオ株式会社のバイオのこと、店長の片山に何なりとお尋ねください。今日は以上です。バイバーイ。パソコンの買い方もいろいろあると思います。高い商品を買って長く使われるお客様、またはコストパフォーマンスに優れた短いサイクルで買い替えていくっていう方もいらっしゃると思います。もうどちらが正解っていうのはないと思います。お店に来ていただきましたら、私がお客様のお話を聞いてベストなパソコンをチョイスさせていただきますんで、遊びに来てください。